たくさんお集まりいただきましてありがとうございます。ドイツと日本のテーマでこんなにたくさんの人がお集まりになるというのはちょっと正直なってびっくりしたんですけれども、日本という国はもともと明治維新の時から、ドイツにはすごい影響を受けてきたんですね。それは立憲制度の問題、医療の問題、哲学や文学の問題、いろんな意味でそのドイツからの影響は非常に大きかったと思います。そして前の戦争の時に関して言えば、1930年代半ばぐらいから、西独方協協定というのが結ばれて、そして三国同盟にそれが発展をしていって、日本はドイツ、イタリアともに枢軸国として、連合国を相手に戦って、そしてともに敗戦国になりました。その敗戦国になった後、その経済発展という意味では日本もドイツも非常に急速な経済発展をしています。現在、日本とドイツは、GDP で言えば3位と4位、ドイツが日本が3位でドイツが4位です。貿易黒字国でもありますし、経済的には世界の大国になってきました。しかし一方で日本とドイツが大きく違うところもあります。それは、戦後処理の問題、敗戦国として、近隣諸国との対応をどういうふうにしていったのかという問題、これ大きな違いがありました。それから戦後教育の問題でも大きな違いがあります。もっと近いところで言えば、2011年の原発事故の後の対応をこれは、ドイツは4ヶ月後にもうすでに2022年に向けて原発を全部撤廃するということを宣言して、2050年には、電気消費量に与えるその、再生エネルギーによって電気を使う作るというのは、これ 80% まで引き上げるということを言っています。でそれに対して日本は、もうすでに原発再稼働に舵を切る、そういうようなことが行われていました。これは一体何が違うんだろうか。今日今回は、このテーマを掲げまして、年に4回連続講座をして、そして、何が日本とドイツが近くて何が違うんだろうか、そのことを、考えながら、日本我々がどういうふうに生きていったらいいんだろうかということをテーマにして考えようじゃないかというのが今回の今年の信州新宿のテーマです。で今回このテーマに関して言いますと、長野県西独協会に共催に入っていただきました。で県のその西独協会の方たちには非常にやっぱりドイツの方たちとの深いネットワークを持っていらっしゃる方がたくさんいらっしゃって、その、ご協力を得て、なかなか充実した講師メンバーその他が揃ってきております。今回今回は第1回として、まず日本とドイツの基本的な違いって一体何なんだろう、物の考え方の違いとかっていうのは一体何なんだろうかということを、まずは第1回目として考えたいと思います。そして最初の講師としてお願いしているのは、豊田市技術科学大学名誉教授の山本純さん。チラシの方では豊橋技術科学大学の科学が抜けておりまして失礼いたしました。山本先生はドイツに若い頃からドイツに行かれまして、そして向こうの大学を出られまして、でドイツ語で向こうで本もなされているという、大変にドイツに関しては日本で大変詳しい方の一人です。そして、後半ではまた後ほどご紹介しますけれども、トークセッション、お一人ドイツ人の方と西東教会の、県の専務理事をなさっていらっしゃる方、そして私がコーディネーターに入って、最初の話をから展開をしていきたいというふうに、思っております。約2時間余りの時間になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。それでは山本先生お願いいたします。
皆さんこんにちは。今松本さんからご紹介いただきました山本潤です。紳士自由塾が開催するドイツをテーマにしました4回の講座でまず私が露払い役を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。皇族の2回3回4回ではそれぞれ個別のテーマが用意されているということですので、第1回目の今日はドイツについて全般的な内容のお話をしたいというふうに考えています。全般的な話といいましてもあんまりその一般的すぎずになるべく私の個人的な具体的な体験や経験に基づいた話題を提供したいというふうに考えております。というわけでドイツで学び生活してというタイトルでいろいろとお話しさせていただきますけれども、まあこればっかりはやってみないとわからないところがあります。うまくいきますかどうか。まず私がいつ頃ドイツにいたのかということをお話しする必要があるかと思います。私のドイツ体験といいますのは私が19歳でドイツに渡った1968年から、7年間のことです。でそれからさらに6年間、ロンドン、その後にはチューリッヒにいました。でも、その間もドイツとの縁は切れてませんで、ロンドンで修士論文の、準備をいたしました。ベルリン自由大学に提出するための修士論文です。それからチューリッヒでは博士論文を書き上げて、そしてやはり同じベルリン自由大学に 西ベルリンのベルリン自由大学に提出して13年のヨーロッパの生活を終えて帰国したということです。で、まあ、それはドイツのベルリンの壁が崩壊する8年前のことでした。帰国したのは8年前のことになります。これがドイツに渡った当時のですね、私です。まあ、まだ若々しいですね。今はこうなっちゃいましたけども、隣にいる女性は、イタリア人のガブリエラっていう人で、今でも私交際があります。当時一緒にドイツ語を勉強しました。ボローニャに行くときには彼女のところに泊めてもらってます。同じドイツ語のクラスだったと思います。で一番右 の青年はちょっと覚えがないんですね。多分別のクラスだったろうと思います。ですので随分と昔の話をする、まあ今の写真見ればお分かりですよね。随分昔の話をすることになりますが、でも昔はこうだった町の話ではですね、老人の長話になっちゃいますから、なるべく、まあ、それはやめて、比較的に恒常的で安定的な、まあ、ドイツの文化の特徴といいましょうか、そういうものを私の経験から抽出してお話ししたいなというふうに考えています。まず私がですね、まあ、やっぱりドイツはすげえと、羨ましいというふうに思った点からお話ししたいと思います。私が最初に住んだのはバイエルン州の首都のミュンヘンです。2ヶ月間の語学講習を終えまして、ミュンヘン郊外のグレーフェルフィンという町で下宿いたしました。ヘイファーさんというおばさんが自分の家のですね2階を学生に、貸していたんですが、まかない付きです。まかない付きの下宿に入りました。私の他にもう一人ドイツ人の学生で法学を勉強していたベルントという学生がいます。彼とは後日本で会いました。まあ立派になってドイツの商工会議所のですね日本駐在、法務部長かなんかになって偉そうにしてました。でその家の地下にはですねヘイファーさんのおばさんの娘さん、一番下の娘さんがいまして、まあ、ハイディ、まあ、日本ではハイジーって言った方が可愛らしく聞こえるかもしれませんけども、ハイディがいましてですね、まあ、住んでました。結局若いのが3人と、自分の娘を地下にってのはこれは不公平じゃないかと思われるかもしれませんけれども、まあ、彼女は音大生でバイオリン弾いてましたんで他の人の迷惑にならないようにっていうんでですね、自分でもって地下を選んだみたいです。このベルンもハイディも、まあ、とても熱心な学生でしてね、
あの私がそこの下宿に入って、これはちょっと俺も勉強しないと分かんないというライバル意識が随分目覚めました。まあでも後から分かったことですが、あの彼らはあのかなり厳しい試験を目前にしてましてですね、それで一生懸命やってたようです。あのドイツの試験というのは非常に厳しい、これはあの本当に私は思いました。例えば大事な試験というのは2回しかチャンスがありません。3回目はありません。2回失敗したらもう別の人生の道を探さなければいけないという、そういう厳しさです。高校の卒業試験、これは即大学の入学資格試験なんですけれども、その試験もあの2回っきりです。3回もありません。またちょっと下宿の話に戻りますが、ヘイファーさんのところにはですね、あの上の娘さん、ハイリーの上の姉さんですね、もう来てましたし、それから下の息子さんなんかもよく来てました。その他おばさんの、姉さんだ、妹さんだと思うんですけど、まあ、ひょっとしたら姉さんかもしれませんが、長期で泊まりに来ていて、それであのまかない下宿ですから、あの家事のですね手伝いをしていました。毎日すごくおばさんは忙しかったんだろうと思いますね。まあしょっちゅうあのご飯の支度してないと言えませんから。まあというわけでですね、ヘイファーさんのおばさん、まあ、絵に描いたような下宿のおばさんなわけですね。でもまあそれはあのちょっと目の話でしてね、このおばさんただものじゃなかったんです。 ある週末開花の今に行き、その今というのはあの私たち下宿人も家族と一緒に食事をするんですけれども、そこから合奏の音色が聞こえました。まあ私当然 のようにですね、ハイリー、娘さんのハイリーが仲間と一緒にちょっと室内楽をやってるのかなと、まあこんなふうに想像して、それで曲が鳴りやんで、人がワイワイガヤガヤあの話している話し声が聞こえましたんで、会館に降りてみました。すると想像とは違ってですね、若いあの学生たちがいるんじゃなくて老人ばっかりなんです。で、まあ、老人たちがあのバイオリン、ブラーチェ、ブラーチェってのはビオラですか、ビオラ、それからおばさんはチェロで、まあ、音楽談義をガヤガヤやってんですよ、あの合間にね、合奏の合間に。いやこれやっぱりバッハの国だしベートーベンの国だなと、シューマン、ブラームスの国だなって、まあ、びっくりしましたね。でびっくりしただけじゃなくて羨ましいと思いましたし、ちょっとこれなんか真似できねえなっていうような感じになりましたね。で自分の育った環境を振り返ってみますとですね、芸術をただ鑑賞するというんではなくて、普通の人が、まあレクリエーションのようにこういう楽しみ方をするんですね。すごく羨ましかったです。ちょっとかなわないなっていうような感じです。この可愛らしい家、これがあの私の下宿です。自分が撮った写真があるかなと思ってだいぶ探したんですけれども、見つかりませんでした。でもまあすごいもんですね、ネットにこういうのが出てくるんですからね。グレーフェルフィン・タスロストガセツェーンと書いてあります。いやもう間違いなくこの家ですね。驚きました、見つけた時には。で今の下宿で あのちょっと驚いたことをお話ししましたけれども、似たような同じような経験というのは私は何度もしています。例えばあのヘイファーさんのおばさんのところに毎週牛乳を届けに来るおばあさんがいます。足の悪いおばあさんでした。びっくり引いてました。で、身なりはつましいというよりもそれ以下の身なりで、随分生活にも困ってるんじゃないかなっていうような印象を持ったんですけども、まあ、そのおばあさんとですね、偶然この家の前であの門のところあたりでばったり鉢合わせをした時にですね、私の顔をまあ穴の開くほどじろじろ見るんですね。で、こんなこと言うんです。アジア人は珍しいから想像を作らせてほしいと言うんですね。当時のアジア人はミュンヘンでもまあ珍しい存在でしたね、だったんでしょう。というわけで私はこのおばあさんのアトリエでモデルを務める羽目になりました。
でそこにはいろんな石膏や粘土が置いてありまして、粘土の像が置いてあったのを記憶しています。またこのおばあさん、ある時私にルドルフ・シュタイナー知ってますって言うんですよ。まあ何と答えたかちょっと覚えてないんですけど、このおばあさん熱心にシュタイナーの哲学の素晴らしさを説いて聞かせるんです。こっちはまだ来たばっかりでドイツ語ちんぷんかんぷんで、ろくには計りもしないんだけれども、そういう話をするんですね。まあでもシュタイナーの話してることは分かりましたし、こっちはシュタイナーのことはちょっと奇妙な神秘主義者ぐらいなことを思ってましたから、ちょっとうさんくさいなっていうような先入観がありました。なのであまりこのおばあさんとは真面目に、おばあさんの話は真面目に聞こうとしなかったのかもしれません。いずれにしてもこのおばあさん、シュタイナーのことをよく勉強した、していたんでしょう。でどういう人か、このおばあさんがどういう人かよくわからないままお付き合いは途切れてしまいましたけれども、こんなおばあさんでも哲学市民の勉強をするんだなっていう、そういう驚きでした。今までの話は私が2年間ドイツに着いたのミュンヘンで、それからの2年間の間で経験したことです。これからお話するのは、その後私がベルリンの自由大学に転校してからの話になります。そこで仲の良かったマンフレットという学生の話をしたいと思います。このマンフレットという、男はですね、少々荒っぽいところがありまして、話し方も、ちょっと下品と言っていいような話し方でしたね。彼は学生というより活動家でして、私との付き合いも政治や思想談義のそういう仲間としてでした。彼とはですね、大きな、当時コムーネとこう呼んだんですが、英語風に発音すればコミューンですね、ものすごく大きなシェアハウスで15人ぐらいいましたかね。そこの一室、私は一番地下の湿っぽいところに教えられたんですけども、そこでしばらく彼と一緒にいました。ところがそのパーティーやなんかでですね、彼がフルートを手に持って吹き始めますとですね、これはすごいんです。ジャズのフルートの名手のハービーマンバリなんですね。強烈なリズムですし、ご機嫌なフレージング、それを即興でもう次から次へと繰り出す、それもエンドレス。それこそグリムのグリム兄弟の伝説の童話に、話にありますけれども、ハーメルンの笛吹きのごとくでしてね、私たちみんな熱狂して、本当に熱狂の渦の中に引き込まれた、ぐらいです。初めて聞いた時は、本当にあっけに取られたのを覚えています。ちなみにハーメルン の笛吹きってご存知でしょうか。先ほど言いましたように、グリム兄弟の伝説の中に出てくる人物でして、ハーメルンの町が、クマネズミに、の被害がひどかった時に、笛を吹いてクマネズミを退治する男です。ところが町の人々はですね、その謝礼を出そうとしません。約束した謝礼を。そこでこの笛吹きはですね、後にまた町にやってきて笛を吹いて子供たちをさらっていってしまいます。マンフレッドの考え方や心情にはですね、私は何ら感化もされませんでしたけれども、このフルートにかかっては全くハーメルンの子供たち同様というような状態でした。今私がお話ししているようなことで何が言いたいかっていいますと、教養的趣味と言ったらいいんでしょうか、それが広く中産階級に浸透しているんだなと感じたということです。そう言っていいだろうと思います。18世紀の末から19世紀の初め頃には、そういった趣味、教養的な趣味というのはもう確立していて、ドイツ市民の伝統となっていたと考えられます。そして私の体験のように見られるように、200年以上かけて血肉していったんだろう。もう少し市民の教養というテーマにとどまって違った例を挙げたいと思います。それはドイツ人のフェルンベイというものです。これからちょっといくつかドイツ語を使いますので、それをスライドにお出ししておきたいと思います。フェルンベイと言いますのはですね、
日本語にしにくい言葉です。ホームシックの反対語と言ったらいいかと思います。まあ遠くへ行きたい感みたいな、そんなものですね。あの日本にも、なんか似たような歌ありますよね。どこか遠くへ行きたいってのは、あれは寂しい歌かもしれませんけれども、まあ、ちょっとここには寂しさありません。で、ドイツ人はおしなべてよく旅をする。旅が好きです。私の友人たちにもそんなのがいて、こんなとこまで行くのかいっていうような、そんなあの旅をする学生たちが何人もいました。ドイツ語で旅をするというのをライゼンと言います。ところこのライゼンの頭にベというのをつけましてですね、ベライゼンという動詞もあるんですが、これはあんまり使われない言葉です。しかしあのこの過去分詞ベライゼンの過去分詞、これは形容詞としてよく使われまして、ベライストという形になります。あの人はベライストだと言ったら、これは褒め言葉です。で意味は、多く旅をして広く世界のことによく通じていると、そういう意味です。つまりあの旅というのは、旅行というのは探求行為だということです。ニュースなどでも、まあ、新聞のあるいはテレビのでもいいんですが、ニュースなどでもですね、国外のニュースが日本よりはるかに充実しているというのもそこから来ることだと思います。分厚い旅行案内書を持って若いバックパッカーがですね、あのこの辺というかどっかうろうろしてましたら、まあもちろん若くなくてもいい、中年でも構わないでしょうし、老人でも構わないかもしれませんが、一箇所に立ち止まってですね、丁寧に観察しているようなツーリストを見かけましたら、そしたらこれはドイツ人かもしれないというふうに想像していいかもしれません。ただしその案内書は厚くなければいけません。薄いの持ってたら、これはまあ大ドイツ人じゃないと、まあそんなふうに考えていいかもしれません。徹底して勉強して歩き回る、まあこれがドイツスタイルと、まあ、申し上げておきましょう。19世紀に入って間もなくですが、世界で最初の旅行案内書がドイツで刊行されました。ベデカーという名前です。こういう綴りです。でそれ以来欧米では、特に英語圏ではですね、旅行案内書一般のことをベデカーと呼ぶようになりました。お疑いの人は英語辞典を見てください。多分出てきます。ベデカーということで、旅行案内書というふうに出てくるはずです。でオリジナルのベデカーはですね、ポケットサイズとはやはりまあそれなりに分厚い、今では多くの案内書の一つになりましたけれども、現在でも刊行されています。このような旅のドイツスタイルが学問的な形を取った人たちがいます。その一人が、例えばフンボルトペンギンですとか、フンボルト海流といった生物学や地理学に名をとどめたアレクサンダー・フォン・フンボルトという人です。アレクサンダー・フォン・フンボルト、フンボルト海流といいますと、どこだろうかとこう思われるかなと思ってこんなものを拾ってきました。別名ペルー海流です。海流です。まあ、ペルー海流といえばもうすぐお分かりになると思いますが、ペルーとあのチリの沿岸をですね、南極の方から流れ上ってくるあの冷たい海流ですね、これをフンボルト海流と言います。この辺を結局アレクサンダー旅行したんですね。細かく調べ回ったみたいです。でやはりこの沿岸に生息しているペンギンの一種、それが先ほどのフンボルトペンギンです。でこのアレクサンダーの兄さんのウィルヘルムというのがいるんですけれども、まあ、このウィルヘルム・フォン・フンボル、これもやはり 大学者でして、ドイツの大学教育を確立しましたし、教育改革者として非常に有名です。このウィルヘルムもやはりアレクサンダーほどではないにしても、やはりベライスト、先ほどのベライストな人間です。また江戸時代の末期、文政年間に
長崎の出島にやってきたシーボルト、あの正確にはゼーボルトというふうに濁って発音しないといけないんですが、まあ、彼もやはり知的探検家の一人に数えていいと思います。ちなみにシーボルト、ゼーボルトですね、彼はオランダ人だと思われていますけれども、ドイツ人です。で、こういう話をしますと、ちょっと待てと、よくご存知の方はちょっと待てとこう言われるんじゃないかと思います。それ、今挙げたような人たちとはですね、正反対の例に大哲学者のインマヌエル・カントがいるだろうと。このドイツの学問を代表する偉大な哲学者、カントはですね、故郷のケーニスベルクから一歩も外に出たことないじゃないかというわけです。まあ確かにその通りでして、彼はケーニスベルクから外に出ていません。でもやはり彼は旅をしていたんです。頭の中でですよロンドンの街の様子など、彼を訪ねてきた人などはですね、ロンドンの街の様子などまるで見てきたように話をするという、そういった伝えが残っています。記録があります。それからケーニスベルクの大学では地理学も教えてました。日本についてもいくつか非常に興味深いことを述べています。ちょっとその詳細はここでは言いませんが、ただ関東はですね、壮年になるまでつましい生活を強いられていましたので、まあ旅に出られなかったんだろうと思います。若い時に余裕があれば、それと彼の場合はちょっと体が弱かったっていうのもあるので、体がそれなりに強ければ実際に外に世界に出て実地にいろいろ見聞したかったんだろうと思います。今あのカントとかですね、フンボルトとかのドイツの有名な学者の名前を出しました。そのついでにちょっと学問に源を発していると思われるドイツ的なものについてお話ししたいと思います。で、こんなことを言うとですね、何やらちょっと難しい話になるのかなと思われるかもしれませんけど、まあ私が話すような内容ですから大したことはありません。あの私のドイツでの学生時代というのは討論議論に明け暮れてました。日本の大学でまだあまりゼミなどが多くなかったような当時、ドイツではすでに小学年からゼミ形式の授業がありました。いや、あの大学に入る前のギムナージウムでも多分討論を授業に取り入れていたんではないかなと思います。討論というのが学びの一つの形になっていたという印象です。初めて顔を合わせる人たちに自分の主張を理解してもらうためには根拠となるデータを集めなければいけませんし、それを分かりやすく示さなければなりません。また相手に理解してもらえるよう論理の組み立てをしっかりするということも非常に大切です。例えば日本の文系のなんとか学会などに行きますとですね、そこで発表される内容についてほとんど議論らしい議論ということは行われないという印象を受けます。大学のゼミや論文発表会なのではどうでしょうか。やはりどうも私がドイツの大学で見てきたほど活発だとは言えません。私がドイツで博士号の取得に向けて努力していた時、コロッキウムという公開討論会をこなさなければなりませんでした。これはマストです。私の先生クラウス・ハインリッヒ先生というんですが、ハインリッヒ先生の場合そのコロッキウムはですね、夕方5時に始まって途中30分ぐらいの休憩を挟んで夜の10時まで、まあ場合によっては11時ぐらいまで4時間あるいは4時間以上のデスマッチです。一般市民も参加します。そして私が発表したことに対して、まあ、私ではなくてもコロッキウムはドクターを取ろうとすれば必ずやらなければいけませんから、発表したことに対してはさまざまな方面に関心を持った人たちが、参加者たちが質問を浴びせたり疑義を呈したり反証を提示したりするんです。たまったものじゃないですね、これは。まあ大変な緊張を強いられます。この方面でドイツが培ってきた伝統、それを一言で言い表せばギリシャの哲学者のプラトンに代表される対話だと
言えると思います。日本でももちろんプラトンの対話編は読まれています。でもそれを実践するという風土というのは育たなかったんじゃないかという思いを持っています。ドイツでこの対話の風土の中に身を置いて、まあ私は、最初のうちは戸惑いましたし、うまくみんなとこう話ができませんでした。 だいぶ長い間カルチャーショックを受けて、なかなか身動きが取れなかった時がありました。ドイツの学生の間では時には言い争いにまでなりますけれども、まあこれはとそうなるんですね、大体ね。でも先生だとかチューターだとかが仲裁役になって、うまくこう議論をかみ合うように展開させてくれます。まあというわけで、その対話をする、討論する、対話形式で討論するというのがですね、まあ、一つ のカルチャーショックだったというお話をしましたけれども、それが本当にカルチャーショックだったっていうのを私が感じたのは、実は日本に帰ってきてからなんです。私は日本に帰ってきて、なるべく早く研究仲間を欲しかった、見つけたかったということで、いろいろなところでですね、ドイツ風に議論を吹っかけたりしたんですね。でもこれがいけなかったんですね。まあ喧嘩を吹っかけてると、こういうふうに思われたわけです。特にいけなかったのが年上の人たち、まあその人たちには、この野郎、生意気な野郎だなと、まあそんなふうな、まあというわけで、ドイツでの経験よりも日本に帰ってきたからのそのショックの方が大きかったわけです。まあなんて言ったらいいんですかね、カエルチャーショックですか。実際話し方にはですね、これはちょっと気をつけなきゃあかんなというふうに少々ノロズ気味さえになりました。これまでドイツ市民の生活やそれから学びの態度に見られるいくつかの特徴をですね、私の経験の中から挙げてみました。でそしてそれはドイツの市民社会が築いてきた近代的な教養といったら今の、まあ、継承して伝統になっていったものです。そういうお話をしてきたんですけれども、まあそれは私にとって一つの驚嘆すべきものでしたし、羨望の的でしたし、習得したいと、まあ、思ったわけです、ものだったわけです。ですがやはりその天気にですね、あがめてばかりはいられないんです。ドイツ人もある時までは自分たちの教養と、それからその教養の上に築いてきた文化を文句なしに誇ることができただろうと思います。そうはいかなくなる、しかしそうはいかなくなる歴史的な転機というのが来ます。 NS 政権の誕生とその破滅的結末です。今私が申し上げた NS 政権といいますのは、日本ではナチ政権と、まあ、多く言われるものですけれども、ナチという言葉はここでは使いたくありません。 NS と言わせてください。ナチというのはまずは通称ですし、また別称ですし、その日本でいうナチの内容を表す言葉はどちらかといったらナチオナルソチアリスムスの頭文字を取って NS と言うべきものだと私は考えるからです。で誇らしげなドイツの教養の伝統は NS によって殺人的破壊的なものに変形してしまいました。私の先生クラウス・ハンギリ先生ですけれども、20世紀ドイツを代表する大哲学者のハイデガーが NS に組みしたことに、ドイツ的教養の変質の典型を見てました。哲学においてだけでなくて、ドイツの文化的学問的伝統を代表する多くの知識人が NS 化していきました。日本の事情も似たり寄ったりといったところでしょうか。良心的で批判的な精神を捨てないでいた教養人は、
市民社会が NS に課さられるのを防ぐだけの力を持ち合わせませんでした。この NS 体験と真正面から向き合うということが、一部の知識人だけによってではなくて社会的なレベルでなされるようになったのは、ドイツの戦後生まれの世代、私たちの世代が青年期に達した時でした。それは激しい世代間の衝突を生みました。ヘイファーのおばさんの、私の下宿のですね、おばヘイファーおばさんの、妹さんがある時突然 NS 時代の話になった時に、今じゃみんな悪く言うけどそんなに悪くはなかったと、ヒトラーも立派な人だったというようなことを言ったんです。するとすぐにおばさんがやめなさいと言って、それ以上話し進むのを遮りました。まあ、私たち若い世代がそこにいたからでしょうし、まあ、議論になるのを避けたかったんでしょう。気まずい空気が流れたものです。戦中世代にとってはテーマ NS というのは臭いものではないにしても蓋をされるべきテーマだったと思われます。やはりドイツに渡ってすぐの夏、私はオーストリアに近いある山の上のギフトの終点にポツンと一軒建つレストランで皿洗いのアルバイトしたことがあります。何かの時にそこの主人が、もう一人のフランス人の学生アルバイトと私に、俺は昔 SS 隊員だったとこう言ったんです。 SS と言いますのは、いわゆるナチ党の国家社会主義ドイツ労働者党 NSDAP の、まあ、エリート部隊でして、警察保安組織です。非常に恐れられていました。もうこの主人、大きながっしりした体つきで働き者で、でその主人の言葉、まあ、私の耳にはちょっと自慢げのように誇りがあるように聞こえました。でもだからこんな人里離れたところでこっそり人目避けて生きてんのかなというふうに妙に納得したのも覚えてます。ちなみにこの主人、アルバイトを雇うときは外国人の学生が多いようでして、日本、まあそれはね、ドイツ人の学生ですと言葉に不自由ありませんから、ちょっとやり合いになったりっていうようなことも考えられるわけですよね。これをお見せしましょう。こんな綺麗なとこです。クランツベルクという山の上、ちょっと記憶がはっきりしないんですが、こんなに大きいレストランだったかなって、ちょっと分かりません、覚えてません、建て直したのかもしれません。この下には、この山の下にはですね、ミッテンバルツという有名な村があります。ドイツのバイオリン作りの、まあ、で有名なところですね。そこからリフトで登ったここの山、ここでさっきのおっさんがいたわけです。ちょっとした観光案内でした。帰国してだいぶ経ってから、ベルリンのドイツ文化センターに2ヶ月間お世話になる機会がありました。その時そこのある女性教員とよく話をするようになりました。同じく招待されてきていたデンマークのジャーナリストを交えて、まあ、私たちちょうど年が似通っていたので3人でいろんな話をしましたが、彼女が NS をテーマにするのを避けているように思いました。そんな彼女がある時突然一言だけ、私はレーベンスボルンの子供なのと言ったんです。皆さん、レーベンスボルンって何だかご存知でしょうか。レーベンスボルンというのは直訳すれば命の泉という意味です。先ほどの NS の人種政策の中で作られた SS 部隊の福祉施設の名前です。血統書があれば、血統書があればというのはちょっとシニカルな言い方ですが、つまりアーリア人の家系であるということが証明されれば、未婚の女性もそこで子供を産むことができますし、生活も保障されます。 SS 隊員が気に入った女性を見つけて父親とすることもあります。父親となることもあります。生まれた子供は SS 隊員の家族に養子に出されます。アーリア人の純血はここでどこよりも厳格に再生産されるというわけです。ドイツ文化センターの教員の彼女はこのレーベンスボルンの子供であることが
大変な重荷だったとも思います。いや、それは戦後生まれのドイツ人の戦後生まれの世代のドイツ人というのは多かれ少なかれ両親や祖父母の世代が放つ NS の匂いといいましょうか、そういったものをですね、旧約聖書の殺人者のカインの刻印のように負の遺産として持っていて、そしてそれを背負わされているという感じを持っていると思われます。そして当然それに対する反発として反応としてそれを拭い されたいという気持ちも出てくるでしょう。大学に入学しまして友人ができますとですね、家族と特に父親とですが断絶状態、絶縁状態の学生が、まあ、男ばかりではなくて 女子学生も含めてですけれども多いことを知りました。父親のことが話題になると激しい拒絶反応、拒否反応を起こしたり冷笑したりいうようなことがたびたびありました。で、理を尽くして議論して物事をですね理解する訓練を積んだがゆえに前の世代との確執はともすれば非常に激しいものになります。親子の心理的対立に政治や思想的な対立が加わってくるわけですから激しいわけです。で、それは家族の崩壊という悲劇にまでなってしまう場合も少なくありませんでした。世代間の対立がここまで来てしまう例はそれほど多くないにしても、私の世代のドイツ人は多かれ少なかれ前の世代と NS をめぐって対峙しなければならなかったんです。 NS との対決は親たちとの対決という形を取らざるを得ませんでした。そしてそれは若い世代だけではなくて両方の世代にとって非常に苦痛な出来事だったに違いありません。日本の60年代の学生運動も非常に激しかったけれども、ドイツに見られるような世代間闘争の様相というのはなかったんじゃないかと私には思われます。私の世代が世の中で活躍し始めますと世代間の葛藤を生み出すということを目的にしているわけではないんですけれど、まあ、先生にちょうど私の世代が先生とか社会人になってそうなりますとですね、学校の歴史教育において親の世代の NS 運動がどんなものだったか討論されるようになりました。これは種によってかなりの違いがあるかもしれません。私は戦後の世代が背負った苦しみがドイツの民主主義をとても成長させたのではないだろうかと考えています。笑って受け入れられるような真実、外交的な取引で片付けられるような真実、そんな真実はまあ大したことではないんではないか、大した真実ではないんではないかと考えています。認めるのが辛くて苦痛でできれば逃げてしまいたい、でもそれを注視しか前に進めない、そんな過去の汚点と対峙してきた戦後世代の体験がドイツの民主主義を以前よりもしぶとくて粘り強いものにしていると私は考えているんです。いずれにしてもドイツの戦後の民主主義は NS という体験との対決を抜きには語れないでしょう。そしてその経験があるから伝統的教養に対して反省的な姿勢を保ちながら継承していくことができるんだろうと思っています。今お話しした NS 問題による家族の葛藤は私と同じ世代の話です。 NS を生きた祖父母や両親の次の世代の話です。私がそうであるようにその世代はもう70前後の老人です。今のドイツを担っているその子供たち担っているのはその子供たちですから、私が述べたような家族の悲劇はもしまだ起こるとしてもそれほどかつてのように広範ではないでしょうし深刻ではないんではないかと推測しています。これまでは主に私のドイツの滞在期の体験に基づいてお話をしてきました。ここで私が日本に帰ってきて以降最近の出来事に目を向けてみたいと思います。まず一つの事件は最近といってもそれはもう29年も前の出来事です。大変驚かされた事件です。私が体験した東西に分かれていたドイツとは違う
新しいドイツの誕生という事件です。1989年11月9日に私が学んだ町ベルリンを東西に分断していた壁が民衆の力で押し開かれました。それはほとんど奇跡的な歓喜の瞬間でした。ドイツはそれからしばらくの間足が地についていないようなお祭り気分の日々が続きました。翌年の再都市直後、ベルリンの友人のヘルボルト、ヘーバートという名前の我々はヘービーって言ってたんですけど、彼に会って壁のあったあたりを散歩したとき、私は信じられないと、ウングローブリッヒって何度も言ってました。まあそしたら彼もだよなって言ってましたね。それは大勢の東ドイツ市民がハンガリー経由で西を目指そうとした旅行計画に端を発するものでしたから、ドイツ人の例の旅行熱がここでも働いたのかもしれません。ベルリンのクロイツベルク の壁ですね、もう本当に住宅の目の前にドーンと設置されました。ある日突然にと言っていいかもしれません。これが壁が崩壊したすぐ後、巨大なキャンバスに変わります。で、そのキャンバスにはさまざまなグラフィティがこう書かれるわけですが、その中でも特に有名なのがこれでして、非常に風刺に富んだ絵です。まあ、細かく説明するのはちょっと面白いんですけど、ちょっと時間のあれがあるんで、まあ、簡単にちょっと言いたいと思います。この車はトラビーと呼ばれています。トラバンという東ドイツ製のトラビーというのが愛称なんですが、愛称というよりも、まあちょっと嘲笑ってるといった言い方ですね。でそのトラビーがですね、壁を東側から西にこう突進してきてぶち破ってます。その車の上には壁が崩れたことを知らないかのように、冷戦の時の、まあ、権力者2人が、向かって左側がブレジネフ、右側がホネッカ、東ドイツのホネッカが、熱いキスを交わしています。まあ、キスをするというのは、男同士のキスというのはドイツの風習ではありませんけれども、ロシアではやりますのでね。で右のこちらの方には監視塔があります。まあ、あそこから壁を越えようとすれば撃たれると、こういう運命ですし、まあ、これは崩れた壁ですので、壁に寄りかかりながら、なんかニヤニヤ笑いながら男がしょんべんしてます。この壁もですね、後には粉々に砕かれて、そして今ではこのように私の家の壁に記念品として飾られています。ベルリンの壁の崩壊、翌年1990年のドイツの再統一、これらドイツで起こった一連の動きは東ヨーロッパの社会主義諸国の民主化を一気に加速いたしました。第二次世界大戦後45年経って、中央ヨーロッパに戦前のような大きな国家が誕生したわけです。この歴史的事件はドイツのアイデンティティに何らかの変化をもたらすでしょう。当時のイギリスのサッチャー首相などは、ヨーロッパの政治経済的バランスと安全保障の問題に大きな変化が生ずるとして、ドイツの再統一に反対でした。私はこれが杞憂に過ぎないことを願いますが、こうしてドイツが取り戻した自信が周辺を脅かす自信過剰にならないためにも、NS 体験の自己理解はこれからも必要不可欠ではないかと思います。最近驚いたことのもう一つの出来事です。だいぶ厳しいですねこれからですね、ちょっと福島の原発事故のですね、先ほど少し松本さんからもお話がありましたけれども、反応を、ドイツでの反応のことをお話ししたいと思ってました。非常に突発的な判断のように思います。しかしよく考えてみると、実はそうではないということが私は見えてくるだろうと思います。一言で言えば、チェルノビルのですね、原発事故がやっぱり大きなきっかけになってます。あれで不安が一気に
その即反原発という運動にならなくても、何かこう分からないような不安がですね沈殿していって、そしてその不安が、2011年の3月11日に現実になってしまった、その驚き、不安が、その驚きっていうか恐怖心、それがああいう非常に過激な、過激なっていうのはおかしいですね、ラジカルなと言った方がいい、いいかもしれません、決定になっただろうと考えているわけです。というわけで、ちょっと準備した話をですね、端折らなければいけなくなってしまいましたけれども、そろそろ締めくくる時間になりました。随分と長い間お聞きいただきました。お疲れでしょう。皆さんも、そして私自身もそろそろ一息入れたい時間ですので、これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。まで休憩を取ります。で、3時から始ま時間通りに始められるように着席していただくようによろしくお願いいたします。では、皆さん大体お戻りでしょうか。大丈夫そうですね。はい、それでは第2部のトークセッションを行いたいと思います。山本先生どうもありがとうございました。話の展開いくらでもこれから行きそうだったところで、途中でなんか焦っていただいちゃって申し訳なかったんですが、話し足りないところはトークセッションの中でも少し触れていただいてもと思っております。今お話聞いていて、私なんかが一番印象に残ったのは、その山本さんの世代とその上の世代との、葛藤で、その中で山本さんたちの世代が作り上げてきた、ドイツの民主主義っていうものが非常に、まあ、強烈だった、強いものであったっていうことと、じゃあ日本はどうだったんだろうかというのを考えました。私たちの世代、まあ、60年代から70年代にかけての学生紛争とかいろいろやった世代にとって、日本の民主主義っていうのは本当に確立できたんだろうかというところは大変に不安を感じたところでございました。さて今日のこのトークセッションの中では、今基本的な部分を歴史的な背景も含めて、それから直接の体験を含めて山本さんにお話ししていただいたんですけれども、もうちょっと今度は日本とドイツの違いって一体何なんだろうかっていうのを具体的に話を進めていただいければと思っております。今、紹介をちょっと簡単にさせていただきますと、向かって皆さんの方から見て右にいらっしゃるのが、実は彫刻家で世界でも活躍している丸山正明さんとおっしゃいます。長野県の日徳協会の専務理事でもございまして、今回この講座の協力を一緒にやって進めてもらっております。それからその隣にいらっしゃるのが、ハインリヒ・トマス・ロニーさんというおっしゃいます。松本に、8年住んでいらっしゃいます。翻訳とそれからドイツ語の教師などをなさっていらっしゃるということですが、ライプツィヒの大学で日本学を勉強されて、来られました。ですから多分ドイツ人から見た日本という視点でお話ししていただけるんじゃないだろうかと思います。また丸山さんもドイツにもそれからイタリアにも、非常に長く住んでいらっしゃったので、でしかも今ご自宅では日常会話はイタリア語なんていう、そういう方でございます。さてではまず最初に、山本さんの話を受けてお二人に簡単に自己紹介から、一言ずつ感想も含めて、自分はどんなことを考えているかということを話をしていただいて、話を進めていきたいと思います。じゃあ最初に丸山さんの方からお願いできますでしょうか。ご紹介にあずかりました、丸山正明と申します。
私は1978年に、イタリアの方に彫刻の勉強に向かいました。その時に、まず分かったのは私は日本人ですということです。でも日本について何も知らないということを同時に分かりました。で、向こうに行って初めて日本の文化って何だろうということで勉強を始めました。で、そういう中で自分の仕事も深まってきたわけですけどね。日本に帰ってきて先ほど山本さんがショックを受けたっていうことのお話をしていましたけれども、私もやっぱり日本に帰ってきてから展覧会やなんかするときに皆さん美しいとか素晴らしいとかっていうことは言うんですけど、何が素晴らしいのか、何も質問をしないんですね。やっぱり対話をするという習慣がないということが一つと、それからやっぱり働き方の中でもって日本人って仕事をすごく重要視して一生懸命仕事をするんですけど、自分の生活の方がおろそかになってしまって、そういう中でやっぱり個人の生活を豊かにするというそういうことがすごく少なくなったと思います。特に昔は座敷があって、お客さんを呼んで、でその中でもって自分がどういう人間であるかっていうことを示すためにも絵とかそういう付属品がやっぱりうちの中にあったと思うんですね。今現在皆さんのお家はどうか知らないですけれども、座敷もなくなってきてますし、それからうちの中にそういう絵とかそういうなんていうんですかね、文化的なものですね、自分が誰であるのかというものを示すこと、そういう意味ではやっぱりコミュニケーションっていうのが非常に表面的になっているんじゃないかと思います。特に向こうにと比べてドイツと比べた場合にやっぱりそういうことを僕は多く感じました。ありがとうございました。じゃあロニーさんお願いいたします。じゃあ私はロニーと申します。私10年前くらいこの信州大学の交換学生としてこの日本を始めて、この信大でこのいつもこの信州大学でこのいろんな日本の文化を勉強させていろんな体験もらったけど、私本当にこの丸山さんと似ている感じがあって、私日本に来た時でこの私はドイツ人だよくわかりましたということはこのもちろんこの自分はこのドイツの文化を持って別の国にいると、その時でこの突然この今まで普通なことにすごい目立つことになる、この日本の文化の中で生活を始めると、この本当にこのいろんなことをぶつけることになる、もちろんけどこの同じ言っていることはこのドイツに帰った時です。このたまたま旅するとか卒業のために1年ドイツに帰った時、私もちょっと会社職もらった、これはちょっとおかしいけど、このドイツ人としてドイツに帰る時会社職もらうけど、実はこの日本はこのドイツに比べてちょっと住みやすい国です。このドイツは基本的社会的に基本的厳しい社会です。だからその時で本当にこの帰って今までその生活しましてよく理解きました。あとは今8年間この日本に住んで
日本の会社で働いたことがあって、もう深い社会も見たことがありましたけど、基本的に比べるとそこの文学をつけることよくがあります。本当にそこのドイツ人としてはもちろんドイツ人として生活してるけど、そこの日本社会の中でそこのいやそこの合わせることをやってみますけど、本当はそこのいつもそこの一歩はそこのもうちょっと日本っぽい生活をやりたいけど、反対のことはいつもそこのドイツ人に残ってほしいから、そこの基本的に合わせることになるといい可能性です。これは多分そこのこのドイツから学びたいことになると多分似ている感じが一番いいと思います。だからこの日本の基本はいい国だから、これ残してそこの悪いこととか不便なことだけ直していい、方法と思います。はい、はい、ありがとうございます。まあ、それぞれが日本人であるということとか統一人であるということを、認識できたというのは面白いなというふうに思いましたけれども、今のお話の中で先ほどの山本先生のお話ともちょっと関係しますけれども、日本コミュニケーションが日本の場合に表面的ではないかというふうに丸山さんおっしゃってたんですが、これは多分民主主義の在り方との関係もあるような気がします。対話が実際にないということとか、それからもう一つは日本の場合には、仕事が中心である、それに対して、個人の生活を、ドイツが大切にしているというふうなことをおっしゃっていたと思います。その、日本とドイツの民主主義の違い、あるいは個人と集団との関係みたいなことについて、今度ちょっと山本先生の方から順番にちょっとご意見を伺えたらと思うんですが、いかがでしょうか。そうですね、例えば私自身の家で親父と何か議論するかっていうとあまり記憶がない。まあ大して意味もないようなことはちょっと喋りますけれども、あんまりこう根を詰めたような議論っていうのをした覚えがない。ドイツの家庭ではまあ程度はあるんでしょうけれども やってますね。激しくはならない。私の先生の時は激しかった、これは本当に激しかったのを何度も見てます。だけれどもそういう対話をする、討論をする、家族の中でもやる、日本ではないっていうのはやっぱりどこから来るかっていうとやっぱり教育なのかなっていう気がするんですね。先ほど私は討論、対話するというようなことを若いうちからやるっていうことを言いましたけれども、そういう風習っていうか習慣が身についてるんじゃないですかね。まあ今教育というの話が出てきましたけれども、実はこの教育の問題っていうのは多分、全部に関係をしてくることではないかなと思います。日本では例えばみんな一緒にということが中心になります。でそれに対して、ですからさっきコミュニケーションの話も出ましたけど、表面的というふうにおっしゃったけれども、日本では例えば会社でいうとノミニケーション、要するに先ほどでコミュニケーションをするという言葉があったりします。だけど、ドイツの場合におそらく、そんなに年がら年中会社の人と付き合う、表面的な付き合いをするということではあまりないんじゃないかと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。僕会社員やったことないんでよくわからないんですけど、そうですね、これあんまり
どう言ったらいいのかな。あの向こうで、一番僕びっくりしたのは芸術を大事にしてるっていうことですね。なぜかといったら普通日本の会社ではあの訪ねてって社長に会えるなんてことはほとんどないですよね。でもあの向こうの社会では芸術家ってすごく大事にされてるなと僕は思いました。であのこれ民主主義とは全く関係ないかもしれないんですけど、あの豊かにするっていうことはどういうことかって言ったらお金の問題じゃないし、生活を豊かにするっていうのは多分時間との豊かさでもあると思うんですね。で日本の社会っていうのはやっぱり物を便利にして、即それに対応してくれるということが豊かだと思ってるんじゃないかと思うんですね。であの向こうの社会っていうのは古いものを直してまでもそのまま使うということで、ある意味で不便である中から気持ちよさを探しているんですね。で日本のやり方をこう突き詰めちゃうと多分4畳半の中に物を置いて全部手に取れるような範囲でやれば一番便利で豊かなんじゃないかとという社会かなとあの最近思うんですね。だからやっぱり不便であることが豊かなことでも僕はあると思います。そういう中ではやっぱりドイツ人が戦争が終わってから昔のものをまた建て直してあの全部集めて瓦礫をそういうことをしたっていうことはやっぱり人間の空間を作る中で、現在があるだけではなくてやっぱり過去のある風景があって初めて未来を思考できるっていうことだと僕は思うんですね。全くあの民主主義とは全く関係ない話になっちゃったんですけど、今僕が感じているのはそういうヨーロッパの風景です。プロにお伺いですか。じゃあ私はこのドイツと日本の社会人としてちょっと生活しましたから、この直接この比べることもできるけど、まずはこの大事なことはドイツ人の社会、ドイツの社会は基本的に家族の方を第一させる。このドイツ社会の中で基本的に2つの大きな場所がある。仕事の仲間はもちろんこの嫌い人かもしれないけど基本的に中和です。この一緒に働きますけど仕事終わったらこの終わります。大体この自分の友達は基本的に社会の中であちこちがあるけど会社は会社です。だからそこの生活の中で基本的に2つのこのアイデンティティみたいなことがあります。この職人としてアイデンティティとプライベートのアイデンティティ、それに対してはこの日本の働いた会社、大体の会社、一つの会社だけの体験けど、多分社会として言えばいいかもしれないけど、そこの日本人はそこの社会の中で一緒になりましたみたい。基本的にそこの会社は家族みたいイメージがあります。そう大きな会社は多分ちょっと違うかもしれないけど、でも特にそこの小さい会社の方は基本的にそこの皆さん全部一緒にします。だからそこのプライベートのところも働く、そのことは基本的に、いや何のことはいい、それは難しいこれです。簡単家族第一はもちろんこれは大事なポイントですけど、家族第一すぎると働く場所は少なくなるから、この会社も第一させなきゃ。だからこのこれとかこれは第一じゃなくて、このいつもと同じ通りです。このバランスはすごい大事なポイントです。この極端の生活じゃなくて
あちこちバランスで生活すると、これは大事なポイントです。これはドイツの考え方多いんです。あとはそこの、さっきも言ったことは、そこの日本の社会はそこの外から見ると基本的に皆さん同じくらい目指したいけど、社会の中で生活すると基本的にたくさん小さいユニットがあって、このユニットは互いに、いや、この成功センスに対します、この自分は他の人に対して一番いいやりたいけど、本当はそこの社会として素晴らしいことが必要だから、一人とか二人とかこの町じゃなくて、日本は日本として素晴らしいことが大事です。だからそこの本当の意思になると、日本は大事になる、この人は素晴らしいとか、この人素晴らしいではなく、日本人は素晴らしい、この考え方はすごい大事と思います。あのまず、私の娘2人がですね、あのスイスのドイツ語圏で、まあ、長年住んでいまして、まあ、あの会社で働いてるんですけれども、あの会社の人たちとは仲いいんだけれども、まず一緒にその会社が終わった後にどっかで飲むっていうことはまずありませんね。だけども趣味を同じようにしている人たちがいると、あの休みの日に一緒になってね、あのフラメンコを踊ったりとか、そんなことはやります。だけど会社の後にみんなでこうわっていう、その飲みニケーションっていうのはほとんどないですね。で、あとその家族とのですね、付き合いっていうのは結構家族がこう開かれてるんですよ。日本はなんかどっちかというと、これは私の家がそうだったのかもしれないけれども、まあ一つの核になっちゃって、こう閉じた核になってて、それであんまりこう家族の中にこう入れたくないっていうか、なんかそういうちょっと雰囲気が日本の場合は強い。ドイツだとかスイスだとかって、まあ、イタリアもそんなふうな雰囲気もっと持つもんですけど、なんかこう家族が開かれてて、うわ、いらっしゃいいらっしゃいってそんなふうなですね、雰囲気があるように思います。ですのでこうコミュニケーションが、あの閉じた家族がコミュニケーションやると、やっぱり格式バッタみたいなものがあって、ある型にはまったこう付き合い方となっちゃうんだけど、開いてるもんだから、そういう付き合い方も必要はないっていうか、でもずずしい人は土足で入っちゃうんですから、そういうやつは嫌われますわね。うん、まあ、そういう問題があるんですけど、まあ、そのような違いがあるように思いますね。はい、ありがとうございます。例えば今個人のプライベートの問題っていうのがテーマになってきましたけれども、あの個人生活を大切にするっていうのは、例えばドイツでいうと、5時に大体仕事終わった後みんな家庭に帰るというふうに聞いてますけど、やっぱり そんな感じでしょうか。いや、ちょっと違いますけど、そこの本当にそこの本当に高知に皆さん帰るところは素晴らしい国になりますと思いますけど、そこのまずはそこのドイツは大体今日本も始めたけど、そこの何ていうそこの皆さん同じ時間始めるじゃなくて、そこの3時間とか4時間以内始めて、その通りで終わり。正しいことはそこの大体8時間とか9時間くらい、あとそこの交換する、でもこの交換するはそこの働きたくないではなくて、これは大体会社の中でこれはいろんなチームがある。だからそこの朝のチームとか夜のチームがあるから、だから本当に全てのチーム変化するから、産業するあまりチャンスないんです。あのお二人は大体いいですか。あの文化に関してはすごく厳密ですよね。ですから、あの日本はあの残業代を稼がないと成り立たないっていう前提があるので、ものすごくその5時というのは一つの例にしましたけど、
5時から頑張る人たちがたくさんいるわけですよね。でそれを残業代稼がないと、まあ、日本の基本給が低いということも問題点としてはあるのかもしれませんけれども、ドイツの方がはるかに合理的に短時間で仕事をしようという意識が強いんじゃないかと思うんですが、その辺はどうなんでしょう。私の娘は今ドイツに、転勤をしているんですけれども、彼女の話を聞きますと、日本と、向こうの会社の違いは、情報を共有、すべての人が情報を共有しているから、誰が休んでても、その仕事が前に進むということがあるらしいんですね。ところが日本の場合は私の仕事だって言って囲い込みがある場合があるんで、そうするとやっぱり効率がすごく悪くなって、誰かが休んでると一からやっぱり情報をまた取り入れてやり直さなくちゃいけないから、すごく時間がかかる、そういう問題がやっぱりあるみたいです。それは多分長期休暇を日本人はほとんど取れないですよね。でだけどドイツとかヨーロッパの人たちは、2週間3週間当たり前に取るじゃないですか。でもその間仕事の、組み立て、誰がそこの仕事を必ずそのローテーションを組んでたりとかして、誰に聞いても回答できるからいいんだというふうに、聞きました。でそれに対して日本の場合にはね、日本のある調査によると長期休暇を取ることに罪悪感を感じる人は日本は 59% ぐらいで、ドイツはそういう感覚ないんじゃないかと思うんですが、どうなんでしょうか。これはやっぱ、娘が言ってましたけど、行った途端にいつからバカンスを取るかって言われてストレスを感じてるって言ってました。多分、その喜び、さっきも話が出てましたけど、豊かさとは何かということの感覚で、日本人はおそらく便利さとか金銭的な豊かさっていうものが豊かさの象徴なんだろうと思うんですが、さっきおっしゃってたようにドイツの方たちというのは、例えば音楽だったりとか芸術だったりとか余暇だったりとか、そういうものが豊かさというものにつながっているというふうに考えてもいいんでしょうか。まあ皆さんドイツ人にしてもスイス人にしても、まあ、他の国を見ていても、まあ、ヨーロッパが特に中心ですけれども、やっぱりみんないろいろ自分がこういうのが好きだっつって結構セリプロみたいにですね、例えばフラメンコが好きだなという人は会社で長期休暇を取って半年ぐらいそれこそかなり給料をカットされてでも、でそこで向こうのフラメンコ学校に入ってやってくるとかですね、そういうような人が結構いますね。つまりその自分の趣味でを大事にしてて、それでこう楽しんでる。で、まあ、例えば音楽もそうだけれども、下宿のおばさんのあんなことやるのとこは全然信じられなかったですよ、だからなんか どっかでっていうのは多分若い時にそういうことをやってきたんですよね。それでそれをずっと続けてきたから、まあ、みんなと一緒に何を知ったらもう覚えてないけれども合奏ができるんですよね。まあ、本当に羨ましい。なんか旅行の仕方もそうですよね。まとめてこう結構遠いところ珍しいところに行ったりしてますもんね。まあ、今日この後皆さんの方からも、質問を出していただいて、まあ、ドイツの専門の人たちにお答えいただければと思っているんですが、その前に、さっき山本さんがもう一つ写真をお見せしたいということをおっしゃってたので、はい、いいですか。あ、いいです、いいです。はい。今写真というのは福島の原発のちょっとの関連でですね、これをお話しできなかったんで、その話が出たらそこの流れの中でお見せしようかなと思ってたんですが、実はですね、その前にチェルノブイリ の原発事故が大きなきっかけになったんじゃないかという話をしました。でその時私ドイツにいなかったんですけど、ドイツの友達がですね、お大変なことになったそうって言うんですよ。ベルリンの友達です。もうね、キノコが食えねえって言うんですよね。で
キノコなんですけどね、あの、これは最初 の、 あの先ほどお見せしました、あのあチーズになりますとですね、ドイツの八百屋さんというかキノコ屋さんって言ったらいいかな、もうものすごい種類のキノコが店頭にバーッと並ぶんです。もう本当にね素晴らしい、私は見てるだけで私大好きなんですよキノコはね。で、あのこういうキノコが食べられなくなっちゃったっていう話をしようと思ったんですまあこれはあのクネーデル入りのシバマルズっていうやつなんですが、クネーデルっていうのは団子のことでして、シバマルっていうのは、キノコの一種なんですけども、これがですね私の好物でして、特に私の友人がベルギー人が作るこれがまあ本当に最高の一品でして、これが食えないのかっていう話をして、まあだからその食えないっていうことがちょっと無理に引っ張ってきちゃったかもしれないけれども、先ほどの不安になって、いやーこんな事故が起こるとこういうことになっちゃうんだなと直に感じた。いわゆるこう新聞で読んで分かったとかそうじゃなくて自分の生活で感じるっていう、まあそういうことがあったっていうのは、あの福島の時にですね一気にこう転換することができた。そしてまたメルケル首相がですね、あの人は物理学者だったですから、あの私たちの認識は甘かったと、もう直ちに反省しました、まあ、そういうこともできたんだろうと思います。それで決定した時には22年でもって、休止、じゃあ17基の原発を止めて、それで22年にはもうあのやめるっていう、ああいう決定をですね議会でもってほとんど全く反対なしに決められたっていう、その、まあ、背景にあるだろうと、まあ、考えたわけです、まあ、ただこの写真をお見せしたかっただけ、はい、あのありがとうございます。その、ドイツで原発に対して、直ちにその廃止を決めていくという、そういう決断をしていくということも含めてですね、あのドイツ の、 あの日本の場合に経済的な負担の問題が起こってはまずい、あるいは電気供給がどうのこうのというと実際にはほとんど問題なかったわけですけれども、そういうことから、原発再稼働という方向に舵を切るわけですけど、おそらくあの豊かさとは何かということの概念の違いがその背景にはあるんじゃないかなというふうに思います。あのいくらでも実は、あのまあ、原発の問題も含めて、あるいは個の尊重とか集団の問題だとか、ここでディスカッションしたいことはたくさんあるんですけれども、一応あのこの、信州自由塾の講座としては、あのフロアの皆さんからのとあの登壇者たちとの間の、交流ということも考えておりますので、皆さんの中でこういう問題はどうなってるのっていうようなことを、ぜひともあの質問を出していただいて、そこから私たちがまたあの話が展開できるんじゃないかなというふうに思います。今日 の、 あの山本さんの話や、先ほど、まあ、短い時間でしたけれどもトークセッションの中で出てきたような話題の中で、あるいは違うことはもちろん結構ですけれども、こういうことは聞いてみたいというようなことがある方がいらしたら、あのどこから来たのかお名前と、それからあの手を挙げて、質問していただければと思います。いかがでしょうか。今日は貴重なお話ありがとうございます。あの私は信州 の、 あの県北の飯山からあの来ておりますが、藤木と申します。あの、お聞き したいのは、あの今までの先ほどのお話の中で、やっぱりドイツで、原発をストップするというふうに、ね、決断した中で、あのすごくやっぱり先ほどのお話の中であの討論の、ね、風土がすごくあって、で、まあ、確かにあのメルケルさんがあの決断をかなり、ね、協議したということもあるんだろうけど、その前にかなり
原発についての論議もね実はしてたんだというふうに聞いております。でそういう意味での討論の風土がやっぱりその以前にあったとしたらどのような感じでこうやられたのかが一つ ともう一つはやっぱりそういうこう教育の関係でいくとやっぱり対話をしながらこうゼミ形式でやっていくっていうのは最近日本でもかなり強調されたりするんだけど非常に形式的な形でしかこうやられてないというようなねやっぱりあのことあげを嫌う日本の風土があると思うんですがその関係でどのように感じていらっしゃるかをちょっとお聞きしたいと思います。はい、これはどなたのお答え。まあ、詳しくはちょっとお答え私の知ってる範囲では詳しくお答えできないんですけれどもその環境問題の意識というのはその原発の問題以前からドイツには長くあってまあゴミの分別だとかそういうことにかなりこう敏感になってやってました。でこれはどちらかというと実は歴史をたどりますとまあ20世紀の最初のぐらいからずっとあるわけですよ。田舎を大事にするというかそしてそれはナチ政権の中では一つの風土になっていったわけですね。で戦後になると主に保守派の方でそういう環境の運動というのが起こっていたわけですけれどもそれが徐々に、まあ、ガス排ガスですね排ガスの問題だとかそういうような問題から多くの人たちが関心を持ち始めて単なる、保守派の、まあ、環境主義者たち の運動だけでなくなっていってそして、学生運動からが崩れていった後に左の人たちが左翼の人たちがその中に入ってきて大きな運動にどんどん広がっていった。で、それがまあ、緑の党やなんかが、だから保守派の人たちは緑の党は乗っ取られたっていうふうに考えてるんですよね。分裂して出ていっちゃいましたから。で、そしてそこで出てきたのがチェルノブイリの原発事故というわけで、まあ、歴史はあるわけですね。いろいろね、単にポコッと出てきたというわけではないというのはおっしゃる通りだと思います。ドイツの中では原発再稼働に反対する議論というのはあまり出なかったんですか。いつの話ですか。今回2011年の後に、すぐその何ヶ月後かに、2022年までに止めるという話になりましたよね。でそれその決定をするのに原発は進めるべきだという議論は出てこなかったんですか。議論もありました。ありましたけれどいやもうなんていうか多勢に無勢というか周りがみんな反対ですよ。首相までそうです。それまでの CDU、CSU の政権もなんか全然そんな稼働しようって声もちょっと上げるのがはばかれるみたいなそんなような雰囲気だったと思います。それとあることはありました。ちょっと正規に過ぎるんじゃないかと1922年は、はい、もともとそのドイツというのは例えばフライブルクだとかものすごく環境問題を大切にしている街がたくさんあって日本からも、視察に行ってる松本からも行ったかなそういうようなもともとそういう環境問題がありましたよね。で要するに自然を大切にするという感覚と先ほどおっしゃってた古い町を大切にするという感覚これも多分開発の仕方という意味で日本とドイツの開発の仕方というのはかなり違うんじゃないでしょうか。問題を解決するために日本とドイツの違いが少しあると思います。目的があった場合にドイツ人はどういうふうにしたらこの目的を達成できるだろうかということを多分長いスパンで考えると思うんですね。ところが日本の
あの対応の仕方って現実に対してどう対応していくかって違いがある。で一つはあの例えばですね、今ドイツサッシっていうのは木製サッシでありますけれども、この木製サッシができるまでに1964年に、ミュンヘンの近くにローゼンハイムっていう窓だけを研究する研究所が作られているんですね。で実際に、いろんなこう二重窓になって三重窓になるまでには、法律までそれによって従って変えてきているわけです、一番問題になったのは1972年に、石油危機が あったんですけど、その後、段階を経て、法律を変えています。そして1995年にはほぼそのあと 100%、木製または樹脂サッシの二重窓に変えて、断熱性を高くした家を作るようになりました。そういう何ていうのかな、目の前にあることをそのままやるんではなくて、やっぱりスパンを考えて、やっぱり計算していって、いろいろな産業を同時に起こすという。ことをやってるんじゃないかという感心してますけど、今のお話は多分エネルギーをその使う量を減らすためにはどうしたらいいのかという視点がある、どうしてもこれだけの電気量は生み出さねばならないという発想ではなくて、電気量自体を減らしていくためには家の建て方も変えていったらいいんじゃないかというようなお話だったと思います。その他にもご質問ある方、はい、どの方でしょう、どっちか。じゃあこちらの方は倉崎か早かったかな。塩尻から参りました望月と言います、私ここでまた M リングで3月の9日にスイスのブルーノ・カッパンさんという人の講演をやらせていただいたんですけども、その EU ってスイスの、衛星中立国ですから、緑の考え方がすごく懲戒、権利っていう直接民主主義のところは緑の考え方がすごく多い、緑のテーブルの人がすごく多いんですよっていうお話をさせていただいて、なるほどなっていうふうに思ったんですけど、やっぱり教育っていうこととドイツと日本の違いが、教育、主体な教育とかそういうものがもう基礎になんかある、日本人の考え方はそこになくて上から教えられてそれを刷り込まれて学ばなくてもいいっていうふうに、もうテレビとその経済を中心に回っていく日本に戦後なってしまったことによって簡単にそちらに巻き込まれてしまったって、私もそれ のしばらくはそうだったんですけど、なんかおかしい、なんかおかしいと言っても一人で変えれるような力はありませんでしたので、やっと最近そういう傾向が日本にも出てきつつあるのかなっていうふうに思うんですけども、 EU はもうそれを着々と戦後やってきてるっていうことの差が今もお話を聞いて明らか、芸術をすごく大事にする、また自分の生活をすごく大事にするっていうことをもう私たち日本人はいち早く気づけなかったっていうことが大変残念だな。ただ日本って素晴らしい国だと私は思ってるんですよ、自分も日本人なので。そこをどう個人個人が自分の頭で考えてしっかり一歩一歩気づいていくっていう、そういうことができたらいいんではないかなっていうふうに思うんですね。ですから、まあ、今こういう講演会をいろんなところでやっていただけると思うので、しっかり学んでいきたいと思いました。今日もありがとうございました。多分教育の問題で日本とドイツのどこが違うのかってことも含めてのご質問だろうと思うんですが、それはどなたが。教育というと、この主体の教育は多分始めた最近の時けど、基本的にドイツの教育はスパダ教育です。基本的に厳しい教育です。厳しさけど、この教育の中で大事なポイントは、
いいところがあれば褒めて、悪いことがあれば叱る。これが第一のポイントです。このシュタイナー教育はいろんなところいいけど、叱るところあまりないから、どうやって完璧な人間育てること、ちょっと私自分であまり見るポイントないけど、そこの私そこのそこの教育家事といつも人だから、私そこのロシアのそこのスパート教育もらったから、確かにそこのちゃんとちびくからそこの小さいところからずっとそこのいろんなところで教えれば、ちゃんと人間は素敵な社会に人間できると思います。もう一つはそこの社会の中でそこの外から見ると、確かにそこのドイツ人のそこのこの意識は素晴らしいけど、そこのちょっとこのことについて考えると、この素晴らしい意識はこの知識はそこの心、よく心からだけじゃなくて、これはそこの法律の力で作ります。これはそこのドイツはそこの有名なところ、そこの何かあっても罰金たくさんがあります。これはそこの日本に対してはドイツ人ちゃんとこの力使います。そこの何か違反になったところがあったら、ちゃんとそこの裁判所までできる。悪いところでもちろん小さいそこの、例えばそこの毎日見るとそこの信号無視です。ドイツでこのもちろんそこのこのいい悪い方自分の判断できますけど、ドイツはそこの警察見るとこれは20ユーロが変わります。この30ユーロちょっと分からない。だから本当にそこのもしそういうことになれば、まずチェックして警察がある。でもその時信号自動的に青に青くなったら、そこのあまり信号無視意味なりません。本当にそこの気をつけなきゃ。あとはゴミ捨てるのことは、そこの本当に例えばハンブルクとかフランクフルト、マインとかそのところは、こうそこの普通の場所でゴミ捨てると、そこの警察見るとこれも罰金があります。そのところもそこの自分の心だけじゃなくて、そこのちゃんと法律の力を使って育てながら心になると思います。これは日本そのところちょっと誤まるところと思います。ゴミの集め方なんですけど、新聞とかそれからガラスは、ドイツではあの公園とかそういう広場のところにあの大きなボックスが置いてあるんですね。で勝手に中に放り込んで、やるシステムになってます。でも日本では自分で持ってって、それで検査をされてそれであのなんていうのかな、あのシステムをやっぱり守らないと、システムとしてちゃんとあのなんか、動かないわけですね。そういうことがやっぱり守られているんだと思いますね。ちょっと教育のことですが、私が1968年に行ったというお話をしましたけれども、60年代の私と よりもちょっと小さいくらい、まあ、小さいというかもっと若いくらいの世代にはまだ無知の子って言われるような子どもたちいました。無知の子っていうのはドイツ語でパイチェンキーって言うんですけど、だから先生が無知持ってバチンバチンってやる、かなりスパルタなあの子どもたちいましたね。でビクビクしてますよ、そういう子は。でそういうことに対する反省ももちろんあって、ドイツは、まあ、だからまだですね、少しリベラルになったとすればそれほどまだ年数経ってない、それで先ほど私が話したあの台湾なんかをこう大事にしている教育っていうようなこともですね、これはやらなければいけないや一つのなんていうか規則の中に入ってるんですよ。だからそれはいいことですよ、いいやり方かもしれないけれども、だけれども規則の中でやるんですから、だからやっぱりそれは縛られるわけですよね。嫌がる子どもたち当然出てきます。
だから そう単純なものではないだろうっていうふうに思います。それからもう一つ、俺は強烈な印象だったんですけど、ベルリンに行って古い建物、それこそ19世紀に建てられたようなそういうところのアパートに私入りましたけれども、2階3階ぐらいの窓辺にですね、こうなんか変なバックミラーのが出てるんですよ。あれ何っつったら、シピオーネンって言うんですよね。シピオーネンのスパイって、何かって言ったら、おばさんが窓辺に座ってずっと外の様子をこうやって誰か気づかれないようにして見てるんです。つまり、まあ、ある種監視ですよね。それこそそれが鏡がたくさん出てるんですから、かなりの人がやってるわけでしょ、うん、まあそういう、もちろんだからといってみんなじゃあかしこまったことやってるかって言うとそうでもないんですよ。もっとかなり違和感のなんかいい加減なことやってましたからね。だけどやっぱりその社会、ドイツの社会っていうのはそういう面もあるんですよ、うん、実際に罰金の問題でいうと、長時間労働をさせたところの、罰金というのはものすごく大きいんだそうですね。1日、10時間以上労働させたのが、訴えられていくと、その、会社の責任者がお金も払わなきゃいけない、会社の払うんじゃなくて、でだからものすごく必死にその長時間労働をさせないように努力をすると。なんか、いくらだったっけな、1500ユーロって言ったかな、180万ぐらい、かなり、ね、高い値なんだと思う。そういうものがあるということも聞いたことがあります。それから教育の問題でいうと、多分今新しくなってきている可能性があると思うんです。例えば森の幼稚園というのがドイツは非常に進んできているんですね。でこれは園舎を校舎を持たないで森の中に行っていろんなものを勝手にその学んでいくという、そういうシステムなんですけれども、これと今までの幼稚園と小学校に入った時にどういう違いが生まれるかを全部こう調査をしている。でそういうことによってこれのいいところは何かというふうに議論をしていく、まあ、そういう考え方みたいなものはドイツの中にはあるようです。はい、他にもご質問がある方、どうしようか。じゃああの松本の木内と申します。質問の領域はNS と教育と日本とドイツ、この3つに関わることなんですけれど、まあ、今シュタイナー教育とか森の教育がいい面もありますけれど、私ホノルルのイーストウェイセンターとハワイ大学に4年いまして、その時にドイツから来たペーターっていうのといろいろ話したんですけど、彼はドイツの教育、小中学、高校までの教育ですか、そこでは徹底的にナチス NS の悪いこと、でそういうことを繰り返しちゃいけないということを徹底的に抑えるんですね。それは日本はドイツと比べるとそういうことをふっと戦争責任とか忘れてドイツの方が偉いと、でも彼は言っていました。あまりそういうことが言われるもんだから自分の国に対する誇りを失ってしまったっていうんですよ。で彼はその後ホノルルからオーストラリアの研究所行って、もうドイツは戻らんって言ってたんです。さっきの NS の世代間の違いっていうのはありますけど、教育の場でそういうことを失われて徹底的に言われて、その結果愛国心を失う、こちらはなんか日本ではそこらあんまり言われないけれど、言われないがゆえに、でもそれはおかしい面があるんだけれど、なんかぬくぬくとしていると。まあ、じゃあそうすると質問、例えばロニーさん、ドイツでやっぱりドイツを誇りに持って、そういう点では今の私のそういうドイツが嫌になってオーストラリアに逃げた、そういう人がいたということをどう思われるか、お願いします。いやそれは簡単な話できないと思いますけど、この結局私、例えば逃げてないけど、私もドイツに いません。この旅の国だけに なりました。結局もう長い間日本に住んで、多分この
外から見ると他の人はこの人もうすこのドイツから逃げて今日本に住んでいますこれはこの簡単にそこの逃げてそこのドイツの問題から逃げることはそこの、うん、一つのことはそこのドイツでについてそこの大きく声で NS について考えるとこれは基本的にそこの本当に一つの足も刑務所に入りました。そこの基本的にそこのドイツはプレッシャーで NS について考えるとすごいそこの止まることです。この教育あまり入らなくて自分大きな声で言わないからこのこれはこのもちろん NSS は良くない時代だったけどそこの消すことできません。そこの無視して消すことできないからちゃんとそこの 話すこのそういうことについて話す人多い。この大体大きい結果に出すためにドイツから離れて別の国から研究してそこのドイツについて関係を例えばそこのオーストラリアに行くとか日本に行ってとかアメリカにどこどこでも行ってもここからドイツの NS 時代について調べるとドイツの中でよりすごい簡単です。だからそこの逃げる多分じゃなくて本当に多分そこで自分の目標として成功までできるために多分別の国に行きましたと思いますけど、実は今度6月第2回がその戦後処理の問題、教育平和の問題をメインのテーマに、話します。おそらくここと同じ会場でやると思いますけれども、その時に教育の問題、平和の問題に関してはぜひ突っ込んで話をさせていただきたいと思います。もう一方ぐらいだと思いますが、ありがとうございます。松本の宮沢と申しますけれども、以前読んだ本で日本人の中学校の英語教師、女性の方なんですけれども、この方が英語を母国語としない国の英語教育を視察したいということを思い立って、でドイツで1年間ドイツの中学校を視察したそうなんです。で南ドイツの田舎の中学校で実際そのドイツの中学校で英語の授業もなさったそうなんですけれども、私がその本で読んで面白いなと思ったことがありまして、ドイツの学校ではいわゆる授業参観だとか先生との面談があったりした時にですね、日本だったらほとんどお母さんばっかりが学校に行ってるようなんですけれども、ドイツではお父さんがほとんどの場合学校に行くそうなんですよ。でドイツの会社職場では子どもの学校に行くっていうと「はい、行ってらっしゃい」って感じで非常に日常は当たり前なこととして快く職場が送り出してくれるそうなんです。でまたその中学校には子供が入れない親と先生だけの部屋がありまして、そこにはビールが置いてあったそうなんですよ。でそこでビールを飲みながら親と先生が歓談するというような
そういうスペースがあったらしいんですけれども、あのこれはドイツでは一般的にこういうことがあるんでしょうか。ちょっとその2点をちょっと一般的なことそういうことありません。ドイツは基本的にそこの職場でそこの愛国禁止だから、多分田舎多分だったから多分ちょっと違うかもしれないけど、普通は職場でそこのビールとか何か飲むことはいけません。特に先日の対策、この子供入れないそこのこの部屋があります。これは正しい、この先生たちだけ入ってレッスン準備するとか集まりとか会議する、この部屋がありますけど、そこもそこの飲むできません。普通としてはい、本当にあの皆さんたくさんの手を挙げていただいて、あの、質問できなかった方本当に申し訳ございませんが、一応あの時間になりました。あの、ぜひともあの次回はあの、あの半分以上ドイツに住んでらっしゃる日本の方がメインのスピーカーで、文学者の方ですけれども、その方がメインスピーカーとしてやっていただけます。あの実は今回の、この4回の講座というのは信州自由塾と長野県日読協会で、共催でやっているんですが、あの今日、日読協会の会長の、千野さんがお出になっていらっしゃるので、一言ご挨拶いただけますでしょうか。皆さんこんにちは。長野から松本を拝見していますと、同じ県とは思われないようなある種の格差がございます会場に入るなりですね、この大勢の皆さんのご参加、長野でやったら半分も来ないかなというふうに思います。これがドイツと日本の差かもしれませんあのだんだんね、世の中のことについて田舎でやろうと、院の中のカエルでやろうと何でも外へ飛び出していろいろコミュニケーションを取っていきましょうというので、一番今味方になっているのが IT といいますか、のールーツですよね、ツールですよね。そういうようなことが周りにあるにもかかわらず、なかなかあの議論をしてくださらないというのが今の日本人の特性、あの今のですよ、これからの日本人は違いますよ。そういうわけで違う日本人になっていくための一つの機会がこの会議だと思います、それであの信州自由塾の皆さんが率先して、セットしてくださったわけですが、遅ればせながら日読協会という名前もありますので、ぜひ、あの協力をさせていただきたいとお願いをしたところでございます。そういうわけで今日は長野からもいくらか見えていますでしょうか。ぜひですね、この空気を長野の方へまで宣伝していただきましてね、長野何やってんのっていうような言い方で長野市民に PR をしていただきたいと思います。まあそんなことでとても素晴らしい機会であったと思います。ますますね、あの会話を通じていかないと白い世の中になるよというような空気が背中から押し寄せているような感じを私は抱いています、思ったことはきちんと発言する、ほっぺたの2つや3つはたがったっていいじゃないですかそういう境地でお互いその時に、ね、畑合いをやった同士で2割を笑うようなふうになります。それを信じて、コミュニケーションの大切さを皆さんと一緒に、大事にしていきたいと思います。今日は本当にご出席ありがとうございました。